突然ですが、はい、ドドン、福豆ですね節分ですね節分やね、そやね、節分の時期ですね。いや、コンビニで売ってたから、なんかなんだろう、衝動買いというか、あの店頭で置いてたんで、まあ、まあ大体1ヶ月前ぐらいから置いてる、はい、福豆とかは買ってみましたって感じで、ちょっと開けさせていただくと。そうそう、はい、あ、開けるところからだよな。もう開けます。はい、この豆あれだよね、年の数だけ食べるってやつだよね。あー、うん、そうね、をやるとなんかあれだよね、なんかってなんか言われ、どんな効果があるんかは俺全然知らんねんけど、ま、なんか厄除けになるみたいな、そういう、そういう感じで、年の数だけ食べるっていうのよ。そうそうそうまあでもあのこれ、この節分のお豆ってさ、あの、うん、置いといたらなんか延々ポリポリ食べちゃうよね。食べる、わかる。意外と美味しいんだよねえ、じゃ意外と美味しくて、はい、口パッサパサなんで、はい、じゃあまあ とりあえず一粒あげるよ。ありがとう。はい、一粒ずついただきます。鬼は、あー、ちょっと待って、お、投げんな投げんな鬼じゃねえよ、鬼じゃねえよ。はい、じゃあいただきます。はい、あ、懐かしい懐かしいいいね、やっぱ節分の豆はこれだね。大豆大豆って感じした。いや、美味しいよ。じゃあもうちょっと待って、このまま食べ続けてたら喋れなくなっちゃうから、行っちゃいましょうかああ、もう行こうか。はい、行こう。せーの、サリヤマよもやま話。はい、どうも皆さん、お疲れ様です。サラ組主催、ガシのこと東野豊です。そしてはい、サラ組のエンジニア、ババンことババケンゴです。エンジニアっていう枕がついたいやー、じゃあ豆進めてもいいですか。いいよ、俺も食べたいからはい、ちょっとお皿持ってこようかその発言は俺がするべきだよな、ほんとだいや、でもまあ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 、いいよねこれね。鬼は外、福は内ですよ。もうあの、順当に言ってればこの回が、うん、ちょうど、ちょうど節分会なんですね。節分会でこう流されてるはず、はい、はい、皆様どうでしょうか。節分なされましたでしょうか。ね、みんな鬼は外した。なかなかあれだよね、なんか節分って分かってはいても、ちょっと油断してると何もせずにする過程っていうのも多いんじゃないですか。まあ、節分って豆まきよりかさ、うん、多分関東の人、うん、大体の家庭って恵方巻きの方に力入るよ。ああ、恵方巻きはするね、なんかね。恵方巻きはもうさ、コンビニでも売ってるしさ、うん、なんかそっちの方が力入ってるイメージがある。なんで恵方、今回はどっちなんだっけ。ああ、こういうこと調べとけばよかったね、先にね。あ、ババーン、ちょっと恵方巻きさ、恵方の今年どっちだっけ。とね、恵方は北北西やや北って書いてある。北北西やや北なんじゃ、待って、だいぶ待って、北北西やや北三つあるやん、あんこできたやん。もうしゃ、北北西やや北、それシャー邪魔だからシャー切れよ。どうな、都市徳人がいらっしゃる方位。え、ね、でその都市徳人っていうのが、うん、その都市にどこにおるかが、どこにいらっしゃるかが決まってるんだよ。ああ、この都市に徳のある人がおられる方角がいらっしゃるっていうのが恵方、恵方西暦の下一桁によって決まってるんだって。へえ、じゃあ2022年だが、今回その 2の数字、だから、うん、2の北北西ちょい北っていう2の北北西ちょい北ちなみに、下一桁が4、9の時は、うん、東北東北東って書いてあるで、5、0の時、下一桁が5、0の時は、西南西美西って書いてある6、1が南南東美南なんかあ、でも6、1と、うん、83一緒やわ。ほんと？うん、6183が南南東美南なんらしいよ。なんか、なんかここズバッと北東南西って、まあ南東北西とかはいいわ。北北西とかさ、まあ、俺は北北西までは許せる。まあ、なんかもうギリで、まあ、そこまでやでって思ってるけど、うん、北北西ちょい来た？まあまあ、そう、漢字5文字で表すなら北北西美北72が北北西なんか
なんか日本っぽい。恵方って4つしかないらしいよ、うん、あえじゃあその4つなんだ、うん、東北東よりも少し東か、うん、西南西よりもちょい西か、うん、南南東よりも少し南か北北西よりもちょっと北のこの4つ。えでもさコンビニとかでさ、うん、あるさあのなんか今年の恵方はここみたいに書いてあるやつあるじゃん、あれさ北北西までしか書いてなくない？それで、まあ大体その辺やからな。いや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 、あのさ、じゃあだって多くない？ 1のずれたらさ、1のずれたら全然そんな方向違うことを見るじゃん。でもそもそも考えて、うんうん、あの東北向いたまで東北東向いて食べましょうって言われてさ、バッチリ東北東向ける人おらんぜ。なかなかおらんよ。俺小学校の時1回だけやったよ、うん、あの自分のコンパス持ってきて、うん、今年の恵方こっちやから、うん、じゃああっちの、うん、あの辺の、うん、もうちょっと見たのここよし。やったことあるけど、うん、アホらしいやん。いや、やるのはええと思うで、あれも全然いいと思うやけど。いや、君みたいな恵方負けガチ勢はそんなにいないと思うけど。まあそれはそれで面白いと思うけどさ、なんか行事ごと全力投球みたいな感じがさ。じゃあ俺節分全力投球したいわ。節分でもね、鬼は外全力投球したい。鬼は外福は内でしょ。そうそうそう、あれってさ、うん、あの家にある窓からやるやん、窓全部やるやん。窓から、窓からか、あれ。じゃあ俺の家が、まあ、場所によって違うと思うし、うん、あれやけど、うん、うちの実家はそうやったの、うん、家にある全部の出入り口を全部の窓に向かって、うん、鬼は外と深口やって、うん、やんのよ、うん、家の外も中も豆だらけになってる。本当に掃除が何より大変やった、うん、でもね、あれ掃除ほぼいらなくてさ、うん、家の中巻くやん、うん、ほっといたら誰か勝手に食ってんの。本当にあのその時は兄貴もおったし、うん、兄貴か俺かじいちゃんが誰かしら絶対食ってる。なんか家の中に転がってる豆、そうばらまってるやつをちょびちょび拾いながら歩くみたいな。ハト、ハトか。あ、この辺にあるわ。掃除しやちゃんとって言いながら食べてるからさ。いやもうほったらかすといっても誰か食うやろっていうのが。野生やな、うちの子は。いやもうさすが。ね、え節分ってそういう感じちゃう。節分、いやでもうちはなんか昔子供の頃やった記憶があるのは、なんかこういう豆を直で投げるんじゃなくて、豆を直で投げるとそれこそ今言ったように掃除とか大変だから、なんか小さい小袋に入ってるなんかピーナッツみたいなお菓子の袋とかさ、そういうなんかいろんなお菓子の入ったやつとかをなんかこうポイポイってやって、あでも投げるんやちゃんと。そうな、やってたやってた。幼稚園とかなんか小学校とかでもそういうイベントやってたと思う。へえ。豆じゃなくてなんかそういう小さい小袋のお菓子、うん、そのピーナッツとか入ってるような。大阪の頃やね。いや静岡。あ静岡の頃。静岡ってそういう感じ？うん。なんかそんなだった。奈良やからそんなの。そうか。うちの実家はだって豆投げた後に半紙あるやん。うん。半紙に半紙ちっちゃく切ってそこに豆何粒かをまとめたやつを家のいろんなところに。お供えしてた。ああ。なんかちゃんとした行事っぽい。そう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 。ちゃんとした行事っぽい。それやっぱり。恵方巻きも食べたし。なんかそう奈良のなんか自然と文化がなせる風習というか。かな。奈良やからやっとったんか、うちの実家やからやっとったんかはあんま知らんで。なんかほらあの女の子でパクチー好きな人たくさんいるじゃん。で、あの、で、食べてるの見てると、あ、すごいなってちょっと思っちゃう。あれ、パクチーってさ、うん、どんな味すんの？なんか俺多分ね、パクチーも食べたことないんでさ。あ、そうなの。あの、ごめんなさいね、ごめんなさいね。パクチー好きな人も聞いてると思うから、うん、ごめんなさいね。俺はパクチー受け入れない、入れられなかった人間なんで、ちょっと説明が多分偏見あると思うけど。あ、まあまあまあ、いいよ。あの、本当に野草。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 タンポポの葉っぱぐらいやった。なんか山の草みたいな。あ、いやだってい俺のイメージはパクチーってさ、うん、あの、うん、なんやろ、うん、噂とかに聞いた分には、うん、あのオガムシの匂いするって言わへん。オガムシの匂いが分からん。オガムシというかカメムシ。マジでの匂いするっていう噂を聞いたことあって、うん、
でもまあ青臭い感じはもしかしたらするかもな。俺も久しく食ってないから分かんないけれど、うん、俺コリアンダーの匂いしか嗅いだことないから知らんねんけどでもあれはカレーとかでも使われるようなスパイスじゃないですか、コリアンダー、うん、コリアンダーはカレーに必須のスパイスです、ね、でしょってことは別にまずい匂いにはならないわけだって、カレーに関してはもうさ、うん、それ以外の匂いすごいもん、うん、結局中和されるじゃん、いろんな匂いがあるから。でもあのコリアンダーがあることで、うん、あのスパイスたちの調和が取れてるんで、うん、やっぱじゃあコリアンダーって調和のスパイスって言われてるから、あ、じゃあいろんなものとバランスを取るんだ。そうそう、バランス取ってくれるスパイス、とりあえずコリアンダーを混ぜといたら、うん、いけるって言われてるぐらい、うん、コリアンダーって調和と主張は取れず、まあ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 、取れるスパイス、まあそうなんだろうね。だから言うてパクチーだってきっと栄養とか、きっとああいうものは栄養とかすごいあると思うよ。まああるでしょうよ、うん、美味しくいただく方法とか料理の方法とかもたくさんあるだろうし、ただ俺がその食べた時はあのやっぱりちょっとウェーってなっちゃったから、うん、だからなんか美味しくパクチーをいただく方法があったら教えてください皆さんに、うん、気になるカレーに入れたらいいんじゃないと思った。カレーに入れたら何でも食えるって、全部カレーに突っ込んだら食えるんだよそうね、君はそれで野菜を食べてるもんね。俺カレーに使われてるさ、うん、玉ねぎもさ、うん、トマトもさ、うん、あのニンニクもさ、はい、あんまり好きじゃないよなんかトマトに関しては俺生トマト絶対食わへん、うん、嫌いやから、うんうん、カレーにすれば食えるよカレーはうまいからな。カレーマジでうまいからカレーは好きなんだよな。カレー大好きだから自分でスパイスカレー作ってんのから。ほんともうなんか小学生が好きなもんが好きなんだよなカレーラーメンハンバーグだそう、俺もその3つだわカレーラーメンハンバーグ、あれは美味しい、うん、ね。いやー止まらん。でもそれを、うん、そういう風にしてでも野菜取ろうとしてることはちょっと褒めてほしい、ね、うん、まあまあまあそれは偉いよ。努力して取らへんって言ってんじゃない俺は食べれる形にして食べてるだけ。そうそう、だから相性の悪いうまくいかないものたちともなんとかうまく自分がやっていける方法で接してるっていうことだよね。いや非常に良いと思います。いいまとめ方していや人生いろんな人とのコミュニケーションもそういきたいもんなんだけど ね、まあ、なかなかそう言ってられへんねんけどさ。だからもうコミュニケーションが取れないやつには豆投げちゃう。鬼は外っつって言って違う日に入ってこい。ふくらはぎですということでまあ今回は節分ということで、節分、はい、皆さん、あと恵方も恵方巻きもチャレンジしてみてください。そう、ね、どこやったっけ。ホク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 製やや来たでございますので、では皆さん、まあ、またの機会にラジオ聞いてくださいはい、じゃあお疲れ様でした。お相手はガシノとババーンでした。バイバイバイバーイ。